今回野生のエビフライで破産仕掛けてます。最後までどうぞ。どうも。一緒にカプセルトイを楽しみませんか。カプセルトイちゃんです。今回も最新のカプセルトイをどんどんご紹介していきます。しばらくのお時間お付き合いください。今回一つ目に回したのはこちらです。コニカミノルタミニチュアコレクション、全4種500円です。昔人気があったコニカミノルタさんのカメラがカプセルトイになっているようです。どんなのが出てくるのか見てみましょう。さてまずラインナップの確認です。コニカミノルタ150周年記念コレクション、手のひらでよみがえるあの頃の記憶。どの頃の記憶なんでしょうか。1コニカ C35EF 桜カラー400、カメラにフィルムがセットできるみたいです。2ミノルタ α7000、 レンズが取り外せるようです。そして懐かしいやつ、3トリッキリコニカミニネガフィルムセット、4トリッキリコニカミニミニフォトアルバムの全4種500円です。このフィルムがついてるってすごいですね。はい、今回当たったのはこちらです。ミノルタ α7000。 うわ、これすごいですね。作り込みが素晴らしいです。ここちっちゃい文字もうまく再現してますね。さすがに本物用意できませんでしたが、おそらく本物そっくりちゃんなんでしょうね。素晴らしい出来栄えです。ちゃんとね、三脚を入れるネジ穴も再現されております。そしてこちら α7000 レンズがついております。いいカメラの醍醐味といえばレンズの交換ができるということです。なんとこのカプセルトイはそのレンズ交換を楽しませてくれるみたいです。やってみましょう。うまくはまらない。どこだ、どこではめたらいいんだ。どこでもはまるわけじゃないんですね。うまくはまるところ見つけてカシャン。素晴らしいです。レンズがちょっと曇りがあるのが残念ですが、完成度はもう素晴らしいですよ。へー、いいですね。もう一個回しております。さて次は何が当たるでしょうか。あ、ネガフィルムだ。2つ目に当たったのはこちらです。トリッキリコニカミニネガフィルムセットです。これいいですよ。この厚紙の感じもね、本物そっくりです。いや、懐かしい。あの頃の記憶よみがえりますよ。カリ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 してね。で、あのプラスチックのペコペコのところカシャーとシャッターです。はい、懐かしい。あの頃の記憶は中学生の修学旅行です。修学旅行にこれ持ってってね、カシャー撮りました。懐かしい。すげー再現度です。この辺のやつとかね、すげーな。うわー、この辺の文字も、うわー、素晴らしいですね。24枚取り切りです。取り切りコニカです。そういう名前ですね。いいですよ、これは素晴らしいです。もう思い出しました、あの頃のことをね。で、見てください、このカプセルトイ素晴らしいのはこのフィルムがついてる、ネガフィルムがついてるんです。で、このネガ入れとくためのこのやつね。で、これねえ、皆さんどうですか。懐かしい年代ですか、それとも初めて見る年代ですか。カメラ屋さんにね、持ってって現像してもらったら、この袋に入れてネガフィルムとできた写真をね。で、これね、1枚ずつネガフィルムをカットしてご使用くださいということになっております。カットしましょう。はい、チョキ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 、綺麗にカットするとこの中に入って4枚分。すげー、これの出来がすげー。こーらすげー。もう超絶おすすめです。こんな感じ。
いやーすげえ、こっちのインスタントカメラの方が当たりだったかもしれない。それじゃあゴリラさん写真撮りますよ、いきます、 1,2,3 カシャ。お分かりいただけただろうか、現場にいなかったはずのお化けが写っている。バナナのお化けが。次に回したのはこちら、ダイキャスト金消し、カッチカチの鉄の金消しです。これはねちょっと私どうなんだろうと思って回してなかったんですけども、今回皆さんと一緒にチェックしていきたいと思います。普通の金消しは200円、ダイキャスト金消し500円です。さてラインナップ見ましょうか。ダイキャスト金消し全11種、ロビンマスクが当たりなんですかね。あと筋肉マン、ゼブラ、パルテノン、リキシマン、ブラックホール、ペンタゴン、それぞれ金メッキと銀メッキ、ロビンマスクだけ金メッキは存在しませんということです。見ていきましょう。クッション材でぐるぐる巻きです。今回当たったのはリキシマンの銀メッキバージョンです。まず思うこと、見えない、ピカピカしすぎててどんな顔してるのかがもう見えないです。カチカチで、普通の金消し見やすい、セイウチ見やすいでしょ、顔の表情まで見やすい、いやいいですよ、やっぱりこの金消しいいけど、これ見えない、ピカピカしすぎててどんな顔してるのかわかんない。そしてこれ私の宝物、色付きのウォーズマン、これいいでしょ。でこのキラキラカチカチのやつはどうなんだろう、このサンシャインもねすごくいいです。でこのキラキラカチカチのダイキャスト製どうなんだろう、500円、サンシャイン200円で、セイウチンと大きさはほぼ一緒か、セイウチン見やすいな。でこれ最高、これが最高、ダイキャスト製は1回でいいかな。次に回したのはこちらです、ダイキャストプルバックカーレスキュー R、 赤い車がずらりと並んでおります。引いて離すとギュン、このダイキャストつながりでこの車回してみることにしました。全6種300円です。どんなのが出てくるんでしょうか。さてラインナップ確認です。ダイキャストプルバックカーレスキュー R 全6種、屈折放水等車、災害対応多目的車、はしご車、査察広報車、そして空中作業車、山岳救助車、こういう車があるんですね、私知りませんでした。今回当たったのがこちらです。さて皆さんに質問です。これの名前は何だったでしょうか。いや覚えてないですよね、後ほどまた確認してみましょう。なるほど、こういった感じ、911って書いてますね、レスキュー911なんでしょうか。素材はさすがのダイキャストカチカチです。ここにコインを挟めるようなところがあります。後で挟んでみましょうか。さてこれの名前は査察広報車でございました。それでは引いて離すとギュン、やってみたいと思います。引いて離すとギュン、盛大に事故が起きました。大丈夫かな。私は今事故があった現場に到着しております。すでに多くの報道陣が駆けつけてカメラを向けています。運転手はいなかったようです。プルバックカーです。被害に遭ったのはこちらのダイキャスト製のリキシマン、ダイキャスト製なので無傷です。近くにいたセイウチンさんに話を聞きました。見てないです。何が起きたか何にも見てない。ベアクロー後方、ベアクロー、誰も怪我をしていない平和な世界です。以上現場からお伝えしました。さて次に回したのはこちら、俺今日から帰る。
何を言ってんでしょうか。昨日までおたまじゃくしだったんですって。で、今日からカエルだよっていうことみたいです。シークレット一発で当てる、やってみましょう。全7種300円です。どんなのが出てくるんでしょうか。ラインナップ見ておきましょう。俺今日からカエル、昨日まではおたまじゃくし、シークレットがあります。これを当てたいですね。シークレットちょっとだけ尻尾が出てたりするのかな。一つ目エディ、そしてトム、ジョン、ピート、ニック、ウィルコの全7種です。今回当たったのはこちら。さて皆さん、これの名前何だったでしょうか。分からなくても人生には何の影響もありません。ご安心ください。あ、尻尾が確かにないですね。でカエルってこんなにプリッとしてたっけっていうぐらいお尻がプリッとしておりますね。これに関してはちょっとどうなんだろう、コメントが浮かばないですね。俺今日からカエル、そうですか。結構なねちっちゃさです。お名前はこの子ウィルだったかな、ウィルコですね。ウィルコでした。特に名前が分かってもコメントがない。大きさ比べてみましょうか。同じ300円のゴリラさんと比べるとこんだけの違いがあります。ゴリラさんやっぱかっこいいですね。ゴリラさんかっこいい。でチーカーのこの流れ星さんと比べると、まあやっぱ流れ星さんの小ささはもう際立ってますね。このカエルもちっちゃいけど流れ星さんもちっちゃいと。特にこれ以上コメントはないかな。次行ってみよう。次に回したのはチーカワではなくてこちら、野生のエビフライたち2です。これは面白そうな匂いがプンプンしますね。これすっげー楽しそうです。シークレットありますからね。シークレットが出るまで回してみましょうか。全6種400円です。エビフライが野生だというこの切り口ですね。面白切り口です。見ていきましょう。さてラインナップの確認です。野生のエビフライたち2、エビフライタルタルソース付き、ナスフライ、うずら串、アスパラフライ、レンコンフライ、そしてシークレットの全6種です。一つ目当たったのはこちらです。レンコンフライ、シークレットではありませんでした。こんなのですね。あ、面白いですね。この足の感じがすごく妖怪みたいな感じがあります。鬼太郎に出てくる妖怪みたいなね。あ、魅力的な足がついてます。手はない、目もない、耳もない。へえ、なるほど。そしてこれ全部のフライにお皿と付け合わせがついているそうです。付け合わせはこれサニーレタスなのかな、あとレモン、このお皿の上に立たせることができます。面白いですね。レモンの出来もいいし、お皿の上でスッと立ちます。あ、これ面白い。2個目行ってみましょうか。シークレット狙いです。さて何が当たるかな。青いカプセルが出てきました。青いカプセルから出てきたのはナスフライです。さっきのレンコンフライとはちょっと足の形ポーズが違いますね。面白いですね。これちょっとナスフライさんの方が足が長いで、ちょっと前のめりにすごくのしのし歩きそうな感じです。レンコンフライさん歩くの遅いでしょうね。でここ足の付け根もなんか可愛い感じになってます。これ面白いですね。お皿に乗せるとこんな感じ。面白いですね。さて3つ目です。シークレット出るか。ちょっと濃いめのオレンジっぽいカプセルです。うずら串が出ました。足6本ですね。それぞれのうずらの卵に足が生えてて足6本です。この足のつき方かわいいですね。このシリーズ好きだな。はい、
3つ並べてこんな感じ、順調に1つずつ出てます。次何かな、シークレットが出たらもうおしまいにしますよ。シークレットそろそろ出てください、お願いします。緑色のカプセルは、これはアスパラフライですね。シュッとスタイルがいいですよ、アスパラフライ。私もアスパラフライみたいなスタイルになりたいね、スタイルがいいから周りからそう言われるでしょうね。さて次何かな、緑色が出てきて、緑色なんだったかな、はい、アスパラフライですね。私もアスパラフライみたいになりたい。いやそんなことないよ、私なんかただ細いだけ。次青が出てきましたね。青なんでしたかね皆さん。そうです、ナスフライです。シークレットが出ないぞ。怖い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 、いっぱい回し出してるよこれ、怖い。黄色です、黄色なんでしたか、せーの、そうです、レンコンフライです。怖い怖い怖い、すごい回してる。緑が出ました、緑なんでしたか、はいそうですね、アスパラフライ。私もアスパラフライみたいなスタイルになりたい。どこ行った、シークレット。エビフライもシークレットも出てこないですよ、怖いです。どっちかが出たら終わりにしましょうか。次出たのは黄色、はい、レンコンフライ。もう皆さん覚えましたね、黄色はレンコンフライ。はいはい、何色ですか、はい、はい、レンコンフライ、レンコンフライばっかりね、はい、レンコンフライ、分かってる。シークレットかエビフライが出たらおしまいにさせてください。どちらかが出たらおしまいにさせてください。はい、そろそろ出るかな、はい、ナスフライ。うわー、えらいことになってきた。シークレット出てよー、シークレットが出たらおしまいにしましょう。エビフライが出てもそれでおしまい。もうダメ、これ以上回すと破産です。あ、はい、赤色が出てきました。今まで見たことない色、さあどっちだ、シークレットかエビフライか。タルタルが見えた、エビフライです。こんなの、あーなるほど、可愛いですね、主役感がある、主役感ありますね。あ、いいですねこれ、タルタルがたっぷり乗ってる。野生のエビフライだから、どっか森か川かなんか海か、その辺にタルタルが出てくる木みたいなのがあるんでしょうね。そこにこうお尻をプリプリとこすりつけてタルタルを乗せるんでしょう、このエビフライちゃんね。なんかようやく出ました。でもシークレット出なかった、シークレットが何だったのかはコメント欄でご存知の方教えてください。5つ並べるとこんな感じです。だいぶもう散らかっちゃってますけどね、いろいろかぶって散らかってる。いっぱい回しちゃったな。レンコンが3個ダブリ でアスパラが2個ダブリ、そしてナスも2個ダブリです。あらららら、エビフライちゃん倒れちゃって、あちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、あーエビフライ逃げた、野生のエビフライ逃げた。あ、ここにいましたね、カプセル見てんな、いっぱいあるカプセルを見てます。ふるさとを思い出してんのかな。あら、みんな逃げちゃった。あれ、あ、エビフライさんそこにいるけど、まだ見てますね、エビフライさん。他のフライも全部逃げちゃったな。参ったな、さすが野生のフライだな。どこかにいるかな、ちょっと探してください、皆さん。フライどこかに、これ唐揚げだし。あ、いた。キーカーの後ろにナスフライさん隠れてました。こっちの方にもいるかな。いましたね。四天王のふりしてうずら三天王いますね。あとは、あ、うわ、うまいこと。うまいことこれ隠れてるつもりなんでしょうね。見えてます。レンコンフライ。あと、危ない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 。ハチワレに食べられそうになってるアスパラフライ。ようやく見つけました。これで全部見つけることができました。あーよかった。これね、逃げないように何か考えないとダメですね。
そーっとエビフライ捕まえましょうか。そーっと、あ、捕まえた。これをお皿に乗せときましょう。ね、逃げないように今後何か考えたいと思います。野生のフライで破産仕掛けました。次に回したのは今日2個目の車です。ハスラーカラビナですね。隙をつなぐカラビナという車ですね。この車の、ラインナップは6種類、色違いで6種類あるそうです。全6種400円です。どんなのが出たか見てみましょうか。まずこの、なんかどうなっちゃったんだっていうラインナップ確認です。インクがうまく乗ってません。色が6種類でなんと組み立て式になっておりました。荷物収納ボックスとヘッドランプが組み立て式、ランナーにつながっています。今回当たったのはこちらです。クールカーキメタリックという一番渋くてかっこいい色が当たりました。塗装が綺麗です。すごく塗装が綺麗。あ、いいです。この窓ガラスの感じもすごくいいですよ。わあ、綺麗だ。よくできてる。ここ開くのかな。はい、開きました。あ、いい、これいいですよ。で、あ、ここのヘッドライトのところがこれ、パーツを組み立てる形になってます。収納ボックスね。さあ切っていきましょう。収納ボックス、そしてヘッドライト、ヘッドライトつけて、でこの上に乗せるカゴみたいなやつで収納ボックスで、タイヤのところにくっつけると、で目玉がボロン、ヘッドライト取れました。ここもブカブカ、なんかうまく接着剤でつけてくださいってなってました。完成したのがこちらですね。かっこいいですね。よくできてる。すごくリアルに作られております。さっき回したレスキュー R と並べてみるとこんな感じ。かっこいいのはカラビナ、面白いのはレスキュー R といったところでしょうか。そういえばさっきこちらにコイン乗せるって言ってね、事故があって紹介できなかったんで今紹介しておきます。100円玉はサイズが合いません。500円玉だとサイズはちょうどですが、チョロ Q のようにウィリーしながら走るというわけではなさそうですね。それでは次行ってみましょう。次に回したのはこちらです。星のカービィクリアラバーコースター、フラットガシャポンですね。平たいのが出てくるフラットガシャポン、カプセルトイちゃんで回すの初めてかもしれませんね。全6種400円です。さてどんなのが出てくるのか。これ出てきました。ピローン、こちらです。もうラインナップはこちらのケースに書かれています。ビッグサイズ約10センチ、カービィ、ワドルディ、デデデ大王、カービィ&ワドルディ、そしてカービィドットの色付きとレアなモノクロバージョン、全6種です。モノクロバージョンより色がついてる方が私は好きですね。一番可愛いのはこのカービィ&ワドルディなのかな。さて何が当たったか見ていきましょう。ワドルディが当たりました。はい、こちらです。可愛いですね。品質がすごくいいです。高いクオリティいいですね。持った感じもなんかベトベトしてないし、とてもいい感じ。普通に使えそう。このラバーの感じもとってもいいですね。あー、これいいですよ。私カービィ前作やってますから結構好きで、普段私が使ってるこの大きめのコーヒーマグも余裕で置ける大きなサイズです。コーヒー2杯分ぐらい入るマグなんですけどもね、十分置くことができます。これも普通に使います。最後に回したのはこちら、カマノレイコフィギュアコレクション、全5種500円です。これカマノレイコが出てくるんですかね。カマノレイコが出てくるカプセルトイなんでしょうか。どんな、あ、金色のカプセルだ。
いい鎌のレイコが出てくるのかな。そこの金色いいな、さすがケンエレファントさん。カプセルがすごく高級感がある、いいですね。でもこのフィルムは取りにくい、いつもフィルム取りにくい。でもだいぶ上手になりました。さて開けてみましょう。でラインナップ確認です。鎌野玲子フィギュアコレクション5アイテムズ。白猫のチャオとその仲間たちはいつも何かを食べたり作ったり遊んだり働いたりして楽しく暮らしていますということです。でチフ、チャオ A、グーちゃん、シバさん&ダックス大雑記、チャオ B の5種類ですね。鎌野玲子はラインナップ入ってないです。作家さんが鎌野玲子なんですかね。で今回当たったのはこちらです。これが鎌野玲子さんってことはないですもんね。でこのカヌレですか、これちっちゃいよ。はい当たったチャオ A、 こんな感じ。この白いでっぷりとした猫のチャオがですね、カヌレを見てるというやつです。あ、正座してる感じもう再現されてますけども、私の心は動きません。さっきの今日から変えるぐらい動いてない私の心。はい、チャオ A でした。さて今回もたくさんのカプセルトイを紹介してきました。気になったものはあったでしょうか。リアルに再現されたカメラ、そして真っ赤っかの車、そして渋い色合いの車、こちらはカービィのコースターですね。でちっちゃいカヌレと野生のエビフライ、逃げていきましたね、捕まえるのが大変でした。でこうピカピカで見えないダイキャスト金消し、そして、今日から買えるですね。今回私が一番皆さんにおすすめできるのはこちら、もう迷わずこちらです。すげえ、これはすげえです。あの頃の記憶よみがえりました。中学生の頃のね、修学旅行の記憶がよみがえってまいりました。ぜひ皆さんにもあの頃の記憶よみがえらせていただきたいと思います。さて今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからもどんどん楽しくカプセルトイを紹介していきたいと思っております。そのためには皆様の応援が必要なんです。チャンネル登録者数がもっと伸びないと私のところには1円も入ってこない、そんなシステムなんですね。だからぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それから高評価コメントもお願いいたします。皆様に応援をいただいて私なんとかやっていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週も土曜日に動画をアップしたいと考えております。また来週お会いいたしましょう。それではカプセルトイちゃんでした。